中国の李克強さんが亡くなりましたけども、これはね、日本にとって非常に怖いというか、私はね、危険なことだと思っています。で、そもそもね、このニュースを聞いたとき、皆さんどう思われました？ほとんどの方というのが、本当かいなと。これね、ニュースによりますと、68歳で上海で療養中に心臓発作で亡くなったということなんですけども、これほんまかいなって気がしますよね。なんといっても国が国ですし、直近にこれはね、執行部を追い出されたという形をとっております。となりますと、誰だってね、おかしいなって思うでしょう。しかも外相と防衛省もこれ解任されたというニュースがありましたのでね、ますます私は疑問を持っちゃうんですけど、まあね、さすがにそう言ってもそんなことはないかなって気もするんですけど、どうなんでしょうか。はい。でね、林彪って人皆さん知ってますかね。これはあの1971年にこれ亡くなったって書いてあるんですけども、まあ、あの例のね4人組だとかあの辺でゴタゴタした時ですよ。文化大学名と言いますかね、あの時です。でこれクーデターで負けてやばいということで飛行機で逃げたんですけども、途中で墜落死をしたというね、そういう人物なんですが、今でもねこうして林彪と検索しますとプリゴジンって上に出てるでしょう。だからね、中国もロシアもそうなんですけども、こういう国というのは飛行機に乗ってこう逃げたりするとなぜかそれが墜落してしまうというね、不審死がもう当たり前の国です。ですからこういう歴史もあるもんですから、今回のね李克強さんもほんまかいなってね、そういう憶測が出るのはこれはまあ当然でしょう。石平さんのポストです。急死した李克強氏は私の北京大学の先輩であると、まあ、つまりね非常に頭脳は明晰だと。大学で会ったことはないが頭脳明晰のインテリで温和な人柄であると聞いている。いろんな意味で習近平と正反対の人間だが、共産党党内の権力闘争に真っ先に敗れるのは李克強タイプ。頭が悪くても腹の黒いやつは生き残るのであると。まあこれね、石平さんも私と全く同じ考えなんですけども、まずこの李克強さんというのはこれね、確か法学部出身かなんかなんですけども、子供の頃から神童と呼ばれて経済博士とかね、そちらの方も非常に詳しいと。ですからリアリストだってよく言われますよね、このね李克強さんというのは。でね、それに対するあの習近平というのはいわゆるイデオロギーだけで全てが染まっているもんですから、こちらの方が正しいっていうね、彼が言ったらもうみんなそっちに行くと、もう理屈とかそういうの関係ないんですよ。こうあるべきだと、こうあるべき中国はこの右側であるって言ったらもう全員がそっちに行くという、極めて怖いでしょ。で私はね、そのストッパー役になってたのがこの李克強という人物だと思っています。でこの李克強というのはここで石平さんも書いていますけども、頭脳明晰 で経済博士のね、これ博士号を持っていますので、いくらね、もちろん彼はね、これは中国共産党ですから、この中国のね、このイデオロギーってのは頭にあるはずですよ、共産党員ですから。でもそうは言っても数字をちゃんと並べると今の中国はまずいと。恒大なんか見ていればね、これはこうしてこうしてこうやって処理をしないと大変なことになるってことは分かっているはずなんですよ。だから彼がいればまたストッパーとなって中国まともだったと思うんですけども、結果的に追い出されちゃいましたよね。で関平さん曰く、必ずね、頭が悪くても腹の黒いやつ、あ、ね、今のトップですは生き残ると。そして李克強タイプは破れると書いてあるんですけども、まあ私ね、こうなったということになりまして、非常に危険だと思っていますよね。でこのニュース皆さん覚えているでしょうか。今から3年前なんですけども、この中国のね、この李克強と習近平の対立が表沙汰になった瞬間です。このニュースは全世界に流れたんですけども、これすごかったでしょ。私衝撃的でしたよ。中国では6億人の月収が1万5000円だと。でこの中国首相李克強の発言ネットワークと、で読んでみますね。中国の李克強首相はですね、これは5月28日の記者会見でこんなこと言ったんです。中国では6億人の月収が約1万5000円前後だと発言し、中国メディアなどで話題となっていると。ネット上では豊かになった中国で貧困層がこれほど多いのかという驚きとともに、真実を隠さずに公表したと肯定的な意見が多いと。つまりね、習近平として、してはですよ、あの1人当たりの国内総生産がね、これあの約108万円と、つまり1万ドルですよ、それを超えたということで、よっしゃと、先進国並みのね、こういう国になったんだということで、大々的に宣伝したんですけども、李克強さん、リアリストですから、いや、待てよと、確かに平均値ではそうなったかもしれないんだけども、6億人もの人というのが、1万5000円しか実は月収がないんだと。これ年間にしたら10万円、まあ、17、8万円ってことになりますか。その程度でしょ。だからね、とてもじゃないですけども、習近平が言ってるような、そんな状態じゃないと。
それをね、言い放ったんですよ。ですから私もね、この時、まあ私といいますか全世界ですけども、中国で何かが起こるんじゃないかということで、みんな戦々恐々としたんですけども、表向きは対立は起こらなかったんですよね。もちろん水面下ではえらい権力闘争が起こってたはずなんですけども、実際には表面上は何も起こらず、あ、私もね、まあ、ある意味拍子抜けといいますか、いろいろあるんだろうけども、なんか表面的には仲良くやってんなと、もちろん表面的ですよ。でもね、その頃からおそらく習近平というのは、この李克強を追い落とそうということで必死になってたんでしょうね。で、さらにこれが衝撃的なニュースでした。あそこに座ってるね、この白髪の男性、まあおじいちゃんってことになりますが、これ彼が胡錦涛元国家主席ということになります。で、左に習近平がいるんですけども、この時ニュースありましたよね。全人代になりますけども、このね、習近平の横に座ってた胡錦涛を、八尾ら、あの若い子、お兄ちゃんがやってきまして、あ、先生と、あ、ここから退場してくださいということで、こうね、席から立ち上がれせようとするんですよね。当然これね、胡錦涛はね、何をするんだってことになるんですけども、結局力ずくで2人に抱えられて、持っていかれてしまったと。で、その時ね、この習近平の左の手元に、これ白いなんか書類があるでしょ。これをね、この胡錦涛が取ろうとしたんですよ。そうしたらね、習近平が大慌てでバチッと上から押さえてダメだというね、そういうシーンがね、流し出されましたと。で、2人に抱えられて退場になったんですけども、これね、退場するときにこの李克強のこの左の肩に手を添えてるでしょ。ポンポンと叩いて、この李克強がね、うんと少しね、うなずくんですよ。で、この2人というのは、まあこれ派閥じゃないんですけども、この李克強がまあ親分、まあ親分ってちょっとおかしいですよね。親分じゃないんですけども、同じね、これは系列になるんですよ。ですからこの時李克強が頭の中にあったのは、俺の親分が今この瞬間粛清されたと、そういうことでしょ。出ていけということで退場なんですよ。となると俺やばいなと相当ね、心の中で思ったはずです。しかもね、このシーンで今ちらっと李克強の顔を習近平見ていますけども、この前のシーンでもこの習近平がね、ちらっとね、李克強の顔の様子を伺うシーンが実は動画でもあったんですよね。でね、この李克強が仮にトップになっていたとしたら、習近平じゃなくてですよ。そうしたらね、この人はもちろん中国ですからね、イデオロギーはもう全開のはずなんですけども、でもその半分というのは、ちゃんと経済学とか数字分かってますので、この安倍さんなんかとこう会談ね、トップ同士として会談をすれば、きっとね、もっと違った道があったと思うんですけども、残念ながらね、習近平ということになって、3期目の独裁というね、もう最悪の状態になってしまってるんですよ。でね、今回の李克強死去に伴いましてね、面白いニュースありましたね。これ驚いたんですが、小沢一郎氏、中国の国家的損失、急死の李克強前首相追悼、これはいいです。次、岩手の実家にホームステイと、こんなことがあったんですね。で、次のページに書いてあるんですけども、李克強前首相とはお互いに若い頃からの長い付き合いで、我々の主催する日中施政基金の招きで、当時、まあ、若い時なんでしょう、共産主義青年団の初期であった李克強前首相が来日され、日本滞在中には私の岩手の実家にホームステイをされるということもありましたと。家族ぐるみの親交があったことも明かしたっていうんですよ。まあね、これどういうことなんでしょうと。これ李克強がどうのこうよりも、この小沢一郎という人物がね、いや、こんなところとね、こんな親交があったという、私はその方がよっぽど怖いですね。で、これ最後なんですけどもね、新聞博多、赤旗、一応見てみました。ひょっとしたらなんか論評を出してるかなと思ったんですけども、この新聞赤旗電子版、10月27日付のこのトップ記事を見る限りでは、まだ李克強死去のニュースは載っていません。まあでもね、さすがにこれでなんか出すと思うんですけども、どうでしょうかね。次のね、赤旗、私も赤旗全部チェックしておりますけども、この李克強のこの死去というのをどんな風に流すかと。まあおそらくは淡々と事実を流すだけなんでしょうけども、その辺ね、興味深く思っています。まあ、日本人ですからね、この亡くなった時というのは、まあこれ以上ね、こう叩くとかね、妙なことを言うのはやめておきましょう。まあ、李克強さん、安らかにお眠りくださいということになります。李克強死去とは何にも関係ないんですけども、これね、本日なんですが、私の自宅のポストにこんなものが入っていました。よく見てください。これね、何だろうと思いましたら、なんと、幸福の科学グループの大川隆法って書いてあるじゃないですか。これポストに入ってるんですよ。でね、中を見ましたら、はい、ここにね、悪魔はコツコツ努力する人は嫌いなんて書いてありますけども、ひらがな、そしてね、さらに全部ルビが打ったんですよ。つまり、子供向けなんですよ。これね、どういう戦略なんでしょうね。これポストに入れて親が子供にね、読ませるとは考えにくいんですよ。ひょっとしたらこのポストをね、見て子供がこれ見ました、そして子供が読んで、へえ、いいこと書いてあるなってこれ思わせるんでしょうかね。はい、真実ね、何が目的か分かりませんけども、最近ね、幸福の科学グループがこんなような動きをしてるんですねという、
ね、ことでございます。じゃあまた次回お会いしましょう。